はい、こんにちは。今回ご紹介するのはこちらです。 USB マルチメーターチャージャーディテクターという商品です。こちらですね、まあ端的に言うとですね、 USB に流れている電流の強さを測るものです。よくですね、 USB ケーブル急速充電できますよとか、何アンペアまで対応してますよっていうね、謳い文句がありますけれども、それがちゃんと能力出ているのか、そして USB の充電器側もね、ちゃんと電力提供されているのかというのを定量的に見れるツールになります。こちらね、購入してみましたので紹介したいと思います。外観はこのような感じ、結構ね、基板むき出しというかシースルーの媒体で、もうガジェットガジェットしてますね。こちらリセットボタンがここにあります。通電時間も99時間まで記録することができます。ではちょっと使ってみたいと思います。まず使い方としまして、このような USB のですね、充電器にこちら差し込んでみます。今接続しようというのは3話サプライの6ポートの最大10アンペアの USB 充電器に接続をしています。こちら接続しますと、このように、お、光りましたね。 5.21V 来ているのかな、 5.21V 来てるんですかね、ここには。で、まだ今000となってます。で、こちらに iPad 充電するための USB を挿します。まだこの段階では何も変わりませんね。今差し込んでない状態です。では iPad Pro 充電してみましょう。今ですね、こちら 51% です。 iPad Pro をこのように充電するためにライトニングケーブルを差し込みます。そうしますと変化あるかな。このようにですね、今見えますかね、2アンペアをずっと維持しております。1992アンペア。そして上には提供時間が表示されております。ということで、このような感じにですね、電流チェックができます。まあ、今2アンペアでね、充電できている状態です。そしてこちらにね、蓄積されている電流と充電されて、今7分経ったのかな、 5V で供給されております。これで USB のケーブルの質とかがね、今後レビューするときに役に立つかなと思いますので、ぜひ充電器の能力、ケーブルの能力を試したい方は、このようないろんなね、種類売ってます。一度にこの4種類見れるのは非常に見やすくていいかなと思います。今回 USB テスター、電流チェッカーご紹介しました。どうもありがとうございます。